あの、おじいちゃんの代で、まず酒蔵を継がれてやっていて、うん、おじいちゃんがまず、ものすごいウイスキーお好きだったんですよね。そうでもないんですか？好きではあったと思います。あの、よく、あの、夜、こう、飲みに行っていたという話は聞きましたので。で、ウイスキーがお好きで。まあでもそれはやっぱり、あの、ウイスキーに限らず、やっぱり日本酒の蔵元でしたから、はい、いろんなお酒をこう、たしなんでいた。はい。まあその中の一つがウイスキーだったんだろうと思いますね。でも、そんなに今のようなとんでもないウイスキーブームにも何でもない頃に、うんうん、ウイスキーを樽で寝かせて、ウイスキーを作り始めるっていうのは、うん、じゃあおじいちゃん趣味だったんですか？趣味というよりもですね、あの戦後ですね、1946年にウイスキーの製造免許を、はい、あの、はい、取得してるんですよ、はい、で、まあ要は敗戦で、はい、進駐軍が日本にこう入ってきたと、はい、まあその時にやっぱりウイスキーの需要があるだろうと、はい、まあどうもそういうふうに踏んで、ウイスキー好きプラスちゃんと先見の明として、まさに先見の明、うん、花開いてますね、まあ、そうですね、今お孫さんの代ね、で僕が聞いたのは同時に進駐軍入ってきて、うん、焼け野原の東京会議が始まった時に、はい、なんでハイボールが流行ったか、今はハイボールブームですけど、うん、一時水割りブーム来るじゃないですか、僕らが若い時、そうですね、で もう一つ前で僕らがちっちゃかった時には、うん、ハイボールですよね、うん、で何かっていうとそんなに高いウイスキーはなくても、うんうん、戦後で焼け野原になってるから水が調達できないんだそうですよ、美味しい水が。そこで炭酸水を進駐軍からの流れで、うんうんうん、炭酸水で割ってハイボールをブームに無理やりしたみたいですよ、うん、あ、そうなんですか。うわ、一郎さんに教えちゃったよ。いやうわ、嬉しい嬉しい、もう、はい、いや、そうらしいですよ。これは嘘じゃないんですよ、はい、これはさすがに私も嘘ですから。そうなんですね、はい、で、お父さんが継がれてサントリーに入られるじゃないですか、お孫さんは、ね、一郎さんは、はい、そんなのにで、お父さんの代でいろいろあって、うん、ちょっと家業が傾く、うん、はい、で29歳の時にサントリー辞めて家業を一緒に手伝ってくれて、うん、お父さんの元に戻るわけですよね、この酒蔵に。そうですね。で、あえなく倒産してしまった。まあ、あの、残念ながら、まあ、会社を、まあ、畳む。まあ、そうですね、あの、売らざるを得なくなった。で、買収して買ってもらった、はい。はい、そうですね。で、そこで、これから日本酒とか焼酎とかも作ってましたよね。うん、確かに、そうです。だからそういう酒蔵としてっていう焼酎、蒸留酒の焼酎も含めてって言ってるところで、うん、いや、あの、ウイスキーの樽が おじいちゃんがつけたの、うん、あの、寝かしたのが400あると、うん。はい。で、これは全部捨てろって言われたんですよね。あの、期限を決めて引き取り手がなければ、ね、あの、廃棄すると。廃棄しと。で、ウイスキー事業から撤退だと。うん、まあそういうふうに。全然ウイスキーブームでもないし。そうですね。あの、当時、2004年のことですから、どんどんウイスキーの市場が縮小している時だったんですよね。それでワインがね。まあ、人気もありましたし、焼酎も人気がありましたし、焼酎はね、その一方、ウイスキーっていうのは、まあ、売れてない。で、しかも、熟成に時間がかかるし、それを、樽を置いとく、まあ、大きな倉庫も必要だと。まあ、本当に、三重苦を、抱えたようなカテゴリーだというふうに思われて、はいはいはい、まあ、期限を決めて、まあ、廃棄をするよと。その時、孫にあたる悪党一郎氏は、はい、どういう行動に出たんですか？それで実はその時から、まあ、以前からウイスキーは大好きで、よく、バーに行って、いろんなウイスキーをこう楽しんでたんですね。おじいちゃんの、うん、樽から抽出したフラスコの原酒を持って、はい、うんうん、東京の名うてのバーテンダーを訪ねて、うん、どうブレンドしていったらいいかっていう、うん、夜な夜な飲みながら、うん、こう回ってた時、回った東京のバーの数が、ベンチャーウイスキーを立ち上げた、前後2004年の前後なんですけど、はいはい、これ2年間で、延べ2000件ぐらいで、1年で1000件ですよね。で、1点で大体 3倍は伸びますんで、はい、外、まあ、大体2年間で6000倍ぐらいはウイスキー飲んでるんですよね。すごいんですよ。でもそれは、もうウイスキー好きで、なんとかいい美味しいウイスキー作りたいの1点で飲んでるわけじゃないですか、うん、毎日。そうですね。他に目いかなかったですか？いや、なんか他のこと。やっぱり、そういうふうにしなきゃいけないっていうふうに思ったのが、その廃棄をするって言われたウイスキーが、
中には20年近く熟成してた原酒があったんですよ。で、まさにそれを捨てちゃうなんて、二十歳目前の子供を見捨てるような話だなっていうふうに自分で思ってしまって、で、その当時はですね、まだ、新しいオーナーさんに会社には残ってくれとは言われてたんですが、はい、考え方が大きく違うと、はい。これはお互いのために私が残ってもあんまいいことないなと。はい、ということで、独立させてもらって、はい、で、その代わり、その原資を世の中に出す仕事をしようと。それしかない。それ、そうですね。だから、その時にその原資、サンプルを持って、有名な、ウイスキーバーを回り、マスターにこう味を見てもらい、もうそうなるとさっき趣味と半分とか言っちゃいましたけど、うん、もう必死ですよね、ある意味。まあ必死でもない。やっぱり一筋で好きなものだって。いや、多分客観的に見れば大変だねって話になるんですけど、はい、でもあの時は本当に人生の中でも一番楽しかったって言っても過言ではないぐらい楽しかった時ですよ。やっぱり幸せの価値観。だって心の中に幸せが灯るわけだから、うん、頭から見たら大変だねって代々継いで、うん、で買ってもらっちゃってウイスキー捨てろって言われてるっていう、うん、で自分は独立、うん、これからアゲンストの風がとか見ちゃう世間の風あるじゃないですか、でも今思うと一番幸せだった。いや楽しかったですね。ウイスキーに端的してるから、NHK のレンダラのマッサンとかね、それからウイスキーがお好きでしょうの石川さゆりさんの歌とか、うん、はい、もう電通の仕掛けも含めたウイスキーブームで、強炭酸も含めたハイボールブーム到来で若い人が飛びつくっていう前の話ですよね、もう一例今。そうですね。あれが、2007年までウイスキーの需要っていうのはこう減少してたんですよ。で、会社立ち上げたのは2004年ですから、はい、まだまだ右肩下がりで市場は縮小していたと。はいはい、で2008年、秩父蒸留所が稼働を始めた年からウイスキーの人気が、人気といいますか、消費が上昇に転じた。それはある意味偶然ですよね。これは偶然です。そこまで狙ってるわけじゃないですよね。全くそうは思ってませんでした。そうですね。はい。これはもうやっぱりウイスキーの神様に完全に育まれてますよね。ある意味ね。そんな気がしますね。ねで、ぐわーっとそこから来て、ちょっと社員の方とか、アクトさんとかね、皆さんもちょっと、あら、完全に追い風来たっていう瞬間で、2010年ぐらいですか。どうですかね、もう少し後かもしれないですね。2011年に、はい、大震災の年でしたけども、はい、そうでしたね。あの時に実はその秩父のシングルモルトを、はい、ファーストリリースしたんですね。はい、イチローズモルト秩父ザファーストっていう、はい、ものをリリースしたんですけど、まあ、これは本当にバーテンダーさんですとか、そういった方たちのやっぱり応援もあって、もうすぐに完売できたんですよね。でやっぱりあのすごいコアなウイスキー のファン層みたいな人には非常に響いた商品でした、うん、ですけどもすごく追い風が吹いてきたなっていうのは2013年のやっぱり朝の連ドラですよね。マッサンが放映されて、でそれでなんかこう一般の人たちもなウイスキーの原料は何だみたいな立ち話でそんなことを駅とかでしてるような雰囲気になってきて、で非常に追い風っていうよりもすごい暴風が吹いてきたみたいな感じでしたね。本当ですよね、いやイチローズモルトはまさにそこの風に乗りましたもんね。そうですね、タイミング的には本当に、2013年の頃の伊勢丹の本館の地下のウイスキー、お酒売り場でまだイチローズモルトが普通に売られてたんですよ、それでトランプのやつとかね、そうでしたね、カードのやつとか、それから本当太字でラベルに漢字のイチロー、伊藤の絵に知識の地にローで、イチローズモルトっていうふうに書いてある、そういうレーベルもあったじゃないですか。ありました。はい。あれを人からもらって、同じ名前だから感動しちゃって、自分でも買うようになったんですよ。ありがとうございます。で、そうこうしてるうちに一切飲めなくなったんですよ。本当に飲めないですもんね、今、イチローズモルト。そうですね。だいぶ、手に入りづらいという、だから、叱りを受けることが多いですね。そう。で、本当複雑だと思います。本当に複雑だと思います。もっと飲んでほしい。だけどさっきの誇らしいに戻ってしまうとですね、やっぱり
スコッチウイスキー、アイリッシュウイスキー含めて、まあ、北米置いといて、うん、ヨーロッパのもんだみたいな、ちょっとブランド意識で言うと、うん、向こうの人たちは、いくら日本でウイスキーが美味しいっての知ってても、うん、どっかで見下ろしてるっていうかね、うん、まあ、ジャパニーズウイスキー、味は立派だろうと。うん、だけど、原料も含めて全部俺らので、うん、ブレンディットも何もやってんでしょみたいな、うん。僕ね、なんかそういう見下ろしがあったような気がするんですよ。うん、で、もう、イチローズモルトのこのベンチャーウイスキー来て、うん、もうそういうような見下ろしって言ってられないっていう見直し入ってませんか今、うん。だからそんなとんでもない値段も何千万ってつくんじゃないですか。いや、どうなんでしょうね。まあ、謙虚だから、イチローさん、そうだと言ってくださいよ。いや、まあ、本当に、なんだろうな、なんかそういうものを意識してウイスキー作りをしているつもりもないので。いや、ここなんだよ。もう俺めっちゃ嫌なやつじゃないですか。ん？いや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 。めっちゃ嫌なやつですよ、俺。すごいですよ。俺なんか誇らしいとばっかり言ってますからね。全然そう思ってないでしょ？なんかそういう狙いじゃないから。まあそうですね。まあありがたいなというのは、純粋に思いますけども、やっぱり、まあ日々自分が飲んで、自分が毎日美味しいと思える、ウイスキーを作りたいなと、そういった思いですよね、やっぱり。いやいや、だから嘘じゃないんだもん。イチローホワイトラベル、イチローブラックラベル。完全に濃淡出てるでしょ、ここに。あとジャパニーズウイスキーブーム末端以降、イチローズモルトも含めて、はい、これだけジャパニーズウイスキーっていうのが五大ウイスキーの中で世界で入ってくると、悪いけど粗製乱造、粗悪品もあるじゃないですか。そうすると、もしかしたら日本の純然たるウイスキーじゃなくても、いろいろこう混ぜこぜにしてね、ジャパニーズウイスキーっぽいラベル貼ってみたいのがあったりする現実も僕は正直あると思うので、その辺はちょっとまたまた嘆かしいところですね。うん、イチローズモルトとしてはね、どうですか？そうですね。要は、飲み手を誤認させなければ、美味しいものを作ればそれでいいと思うんですよ。はいはい、ただ、いかにも、中身は、スコッチ、うん。で、ラベルはジャパニーズ。うん、で、日本でこれをジャパニーズウイスキーとして、まあ、売ってるような商品もありますから、うん、やっぱり、正々堂々と、要は透明性をしっかり、確保した上で、うん、やっぱり商品をこう飲んでいただく、選んでいただく、うん、まあ、そういうふうにしないとやっぱダメだろうなと思いますね。あ、やっぱりそうか。でもこのイチローズモルトの社員50人になって苫小牧の方もいるんだろうけど、本当にウイスキーがただただ好きって悪党イチローさん、うんうん、と掃除系の方々が入ってきてるようですね。そうですね。好きな人、好きなスタッフが多いですね。やっぱりウイスキーがね。で、秩父の第二秩父の方では、うん、蒸留所の方で、うん、こうやって、そこはまだね、見てないですけど、うん、そこの作り方なんてのはまず直火でやるんでしょう。そうですね。で、これもちょっと、本当にこれだけジャパニーズウイスキーって言ったら、もっとこと合理的な作り方もあるんでしょうけど、大量生産へ向けては。そうじゃない、直火から始まって、あと何ですか、その爆芽をこう敷くのを何ですか、フロアモルティングですか。フロアモルティングって、はい、あれやってるんですか。もう、冬の間はそれをやって。冬の間、それはどういうことですか。本来ならもっと大量生産できることを、手作りに、にこだわるってのはどういう狙いがあるんですか。うん、実はですね、私どもの考え方として、はい、まあ、自分の、強烈な体験というかね、がベースになってるんですけど、やっぱり昔のスコッチウイスキー、特に50年代、60年代ぐらいに流通してたウイスキーっていうのは、まあ、本当に美味しいなと、そういうふうに感じた、ってのがあるんですよ。言葉化しづらいと思うけど、いろいろ複雑な状態だと思うんですけど、どんな味わいなんですか？一番美味しい1950年。まあ、本当にテクスチャーも非常にこう、なんでしょうね。クリーミーで、フルーティーで、本当にどこにでもあるようなスタンダードスコッチみたいなものでも、その古いものの中にはものすごい美味しいものがあるんですよ。何十年ものなんだろうって思うぐらいの熟成感を感じるんですよね。で、それってどうしたらこの味が再現できるんだろうなって思った時に、うん、あ、そうかと。じゃあ当時作ってた作り方を再現するのが一番の近道なんじゃないか。うん、まあそういう思いがあって、まあだから会社でもバックトゥートラディション、セミナーなんかでもよく言うんですけど、伝統の製法に戻れと。戻れと。
で、つまりそれ、そういうふうにやってれば、まあ当時の作り方を再現すれば当時の味わいに近づける可能性が高いよねと。まあそれで、その、ちょっと、昔ながらのやり方を復活させて、その作りを今再現していると。だって儲けようと思ったら、悪党一郎さんとしては大量生産に持っていって美味しいウイスキーを作れるんだから、ノウハウ、データもあるんだから、そしたらさっきフロア、モルティング。フロアモルティングで麦芽を敷き詰めて、うん、はい、こう手作りで入念に作っていくってことをしないやり方もあるわけじゃないですか。うん、まあそうですね。でも美味しいウイスキー、うん、このウイスキーを作りたいんだっていう具体的なビジョンがあれば、うん、みんなと一緒に作るって言った時には、うん、その、効率がいいとか悪いじゃなく、うん、とにかく美味しいウイスキー作ろうやっていう、うん、そこですか。そうですね。いいな。だからうちのスタッフもですね、普通だったらそういう手作業で手間のかかる工程を導入しようって言ったら普通の会社では反対されますよね。そうですよ。いやいやいや、ちょっとそういう非効率なことやめましょうってなっちゃうんだけど、うん、うちの会社だとこういうことやりたいんだよって言うと、面白そうですねって言ってみんなが賛成してくれる。だここは僕ある種精神の研究所だと思うんですよね。今時はコスパタイパで、もうウイスキーにもラベルにコスパタイパ OK とか、そういうちょっと世知辛さだってないわけじゃない。だけど、みんなでやりましょう、面白いですねっていうのは、あれ、研究所であればね、うん、実らなくても基礎研究ってやるじゃないですか。徹底的にやりますよね。まあ、そうですね。はい。もう実らなくてもいいんだと。うん、何世代か先に、iPS 細胞でも何でも、素晴らしい技術は何世代か先に花開いてくれればいい。うん、我々は捨て石でもいいぐらいの学者の人だっているのと、全く同じテイストの話されてますよね、今。ウイスキーってそもそも一世代で完結しないですもんね。何十年も寝かすわけだから。確かにそうですね。まあ、ウイスキーの仕事そのものが、先輩が作ったものを今売らせてもらい、はい、で、自分たちが作ったものを未来の財産としてこう引き継いでいくという、はい、まあ、非常にこう時間のかかる、うん、特に自分の目標にしている30年もののウイスキーなんていうのは、今作り始めて、30年後だと、ひょっとしたら自分は飲めないかもしれないですよね。はいはい、だけれども、それでも作り続けて、美味しいものをみんなに飲んでもらうために努力するっていう。なんか結構そんなところありますよね。そう、ロマンですよね。いいところだよね。うん、まあ、これは本当にウイスキー、僕みたいな初心者、ビギナーに向かってね、ぜひ、アクトさんから教えを請いたいんですけど、うん、一概に言えないっていうのは分かった上であえて言います。うん、例えば30年もの超熟成のいい、もう福井たるものの楽しみ方はこういう楽しみ方、はい、それから若いやつ3年とか5年とかね、うん、その若やいでるウイスキーの美味しさもあるわけでしょ、うん、でここはどういう飲み方で楽しみをいってちょっと教えてもらえますか。そうですね、みんな知らないで飲んでますから、うん、まあ、基本的には皆さんこう例えばいろんな飲み方ありますよね、はい、ストレートだったり水割りだったり、はい、ロックだったり、はい、ハイボールだったりっていろんな飲み方あるんですけど、はい、あと冬場だったら僕はお湯割りっていう選択肢もあったりするんですけど、それ温まるっていう、温まるんですね、はい、で特に秩父って冬寒いんですよね、はい、で本当に夕方から夜にかけてなんてのはお湯割りなんか冬はこう飲んだりします。また四季折々あるっていうことはウイスキーを育てるわけでしょ。そういうことですね。秩父の良さでね、はい、だけどお湯割りもある。あるで、じゃあ例えば若やいでる比較的新しいウイスキーはどんな感じで、うん、まあ、季節にもよるの、まあ、そのタイプにもよりますけども、はい、基本的にはその味によるんですよね。だから若いから どれだってこともないですけど、まあ気軽にハイボールみたいな飲み方でもいいですし、はい、ただ若さも立っちゃうんですよね、うん、炭酸をこう加えるとですね、若さもより際立つと、だからそれがちょっと苦手だなって思う人も中にはいるかもしれない、うん、その場合はで、まあ例えばロックだったり、いいのかなと思いますけどね、ただ結構ね、やっぱり、ロックって結局 40% 以上の、こう、アルコール度数があるわけですから、はい、そもそもそんだけの、古舘さんと違ってですね、このアルコール度数の高いもの、口に入れるだけでも辛いっていう若者とか言ったりするじゃないですか。ちなみに脱線しますけど、私がなんでこれをね、こう、平気で飲めるかというと、最高の当てが、一郎さん。ああ、いえ。
これだけ家で飲んでたら多分倒れてると思います。最高に楽しくなっちゃう。皆さんに申し訳ないですけど、最高のもう私の人生の当てですから。はい、ああ、本当に。いやいやいや、ありがとうございます。青春時代俺のプロレスの実況で育ってくれたんですよ。そうなんですよ。嬉しい。もう、毎週金曜日、はい、テレビの前で、応援してましたから。この放送は小松製作所と小松フォークリフトの提供でお送りしますと、私、懐かしいですね、提供枠も読んでました。はい、読んでました。あ、そうか。だから、すいません、話途中で。うん、だから、まあ、ロックもちょっときついから、うん、ちょっとっていうのはあるわけですね。だから、要は自分の好きな味を探していく、飲み方ね、自分の好きな飲み方を探していくっていうのも一つの面白さなんですよ。それで、特にシングルモルト系のものを飲むときに、まあ、推奨してるのは、はい、まずはストレート、はい。そこに少しずつお水を加水していく。加水する。加水するとですね、まあ、一つの面白いのはですね、いろんな香りのコンポーネントってアルコールがこう、掴んでるんですね。はい、で、水をこう、加えると、はい、そのアルコール度数が薄まることによって、はい、そのアルコールに結びついていた香りがポンと手が離れて、はい、香りがふわっと立つっていうことが起きるんですよ。一旦解放されるんだよ。自立するんだ、香りが。そうなんです。だからそういった形で、香りを楽しんでいただいたり、あるいは、加水は自由ですからね、はい、半分ぐらい、の度数に薄めて、はい、で、一番自分が、好む香り、味を探していく。あ、探すんだ。まず飲んで酔っ払おうというのもいいんだけど、自分の、例えば、テレビや YouTube のボリュームだって、うん、その、携帯の音量だって、テレビ受像機の音量だって、うんうん、自分個人の最適音量とかあるじゃないですか。ありますよね。それと同じで自分がいいなと思うとこ探すんだ、うん。それちょっと忘れちゃって、ただ美味しいお酒を飲むっていうことのブランドに酔いしれたりするんで、自分が何が一番いいと思うかを、やっぱり探るんですね。そうですね。じゃあ、今度はもちろん物にもよるって前提はあろうかと思いますけど、うん、30年ものくらいの熟成ものになってくると飲み方としては概してどうでしょう、まあ私は、まあほとんどストレートで、そこに水を加えていく。加水ですか。あるいはストレート、あとはチェイサーですね。必ず水を用意して、はい、少し本当に舐めるように、うん、味わいながら水を飲む。これの繰り返し。じゃあ俺みたいに60度をただ、こうちょびちょび飲んでるってのは、ちょっとバカンあるでしょ。いや、そんなことないです。お水が、はい、ありますから。あ、そうなんですか。そうですよね。はい、あ、そうか。だから加水なんだ。ということは、でも、熟成物のロックとかはどうですか？30年。それもいいと思います。ある意味、そうですね、ストレートで自分が飲むときっていうのは、はい、割と本当に仕事、に近くなってるんですね。こう味わいはどうだ、この香りはどうだという。テイスターアクトになってますね。そうです、はい、なっちゃいますね、はい。で、その一方で、やっぱりリラックスをしたいっていう時は、はい、例えば、あれですね、薪ストーブの前で、ロック、はい、これカランカラン言いながら、もう何にも考えずにそれをこう飲んで、飲むって。これもやっぱり至福の時間ですから、はい、まずこれは本当にそのシチュエーションとか、その時の気分によって飲み方を、いろんな飲み方して、僕は構わないと思いますけどね。熟成物の何十年ものぐらいの、うわ、これいいウイスキーなんだっていう時に、僕なんかはその、こう、こじゃれたバーで、はい、いい雰囲気の中で、こう、丸く削った氷あるじゃないですか。で、あれにちょっと浸してもらって、こうやってこう飲む前に香り楽しんでる時に、こう、氷がこう、琥珀に溶けていくわけですよね。で、その時に、あ、地球という星を覆っている、海原を飲むんだみたいな。なんかそれをちょこっといただいてる大男みたいな気持ちになるんですよ。で気持ちが大きくなっちゃって、はい、これはもうウイスキーと氷のコラボ、うん、たまんないんですよね。うん、ロックで飲むときは別に角とか丸とか関係ないですか？水の良さですか？まず水の良さがありますけど、はい、やっぱりその透明な氷で、はい、もちろん雰囲気もありますから、丸かったり、こう四角かったり、はい、とにかく透明氷、はい、これなかなか溶けづらくてですね、長い時間ウイスキーをこう薄めずにちびりちびりと楽しむことができるんで、まあ、氷も非常に重要だと思いますね。
よくアイラ島とか行った人の話聞くと、うん、マザーウォーターで割って、半々でっつって、氷も入れない、うん、究極は水割りだなんて言うけど、うん、これもそれぞれですか？うん、もう本当自分の好きな飲み方、はい、それが美味しいと思えば、多分ある程度、ぬるさが、やっぱ香りを立ち上げてくれるんですよね。ロックの時っていうと、どちらかっていうと、ウイスキーを冷やしますから、はい、香りを少し、こう抑えてるような効果があるんですよ。はいはい、ところが、常温の水を加えると、やっぱりより香りが立ちやすくなりますから、はい、まあ、それでその美味しさを、こう感じていただけたのかなっていう気がしますね。だから究極は氷を入れない水割りなんだっていうことでもないわけですね、うん。いろんなバリエーション。バリエーションありますね。さっき言った一番今日強烈に印象に残るのは、自分が美味しいと思うその比率を探るんだと。加水しながら。うんうん、これやっぱり最後は自分に戻ってくるんですね。そうですね。やっぱり自分が美味しいと思わなきゃ意味がないですし、かっこつけて無理に飲むことないんじゃないかなと思いますね。ああ、そうか。白土さんの口からそれが語られるっていうのは、とかく、こう、薄っぺらなメッキで飾ろうとする私のような人間には痛烈に勉強になります。いえ。もう一度さっきの話にちょこっと戻らせていただきたいんですけれども、はい、やっぱり400の樽が、もうギリギリ廃棄するかしないかってなった時に、うん、はっとそのおじいちゃんの寝かせた、うん、作った樽を預かってくれる福島県は郡山にある笹野川酒造という酒蔵があって代々お付き合いがあった、はい、でそこの社長さんがはっきりと預かりましょう、それが花開いたんですね。まあ、そうですね。この秩父蒸留所はね、いや本当にそれまでもうどうしたらいいのかって途方に暮れてた時に、うん、その笹野川酒造さん、うん、もう山口社長さんにご相談した時に、うんうん、もう、こんなものを、廃棄するなんてのは、もう業界の損失だ、ぐらいまで言ってくれましたよね。うん、はい、で、それで、意を強くして、はい、気がつけば2024年、初夏、ここまでなってるわけですよね。そうですね。まあ、当時はね、こんな風になってるとは、想像だにしなかったですよね。だから、この琥珀色の液体の中に、笹の側も、うんうん、流れてるわけですよね。まあそうですね。で、僕はね、その文芸春秋をこの前読ませてもらった時に、すごく印象に残ったのは、うん、僕は言葉ばっかりやってるから、うん、どうやったら概念を感じた、うん、自分の感受性を言葉にという記号に変換できるのかってことは、非常に興味があるわけです。うん、で、そこでその文芸春秋を読んでる時に、ある若い社員とこうやって、こう、うん、聞き酒のようなことをやってる時に、みんなこういろんな表現してる。あ、このウイスキーの味はピンク色の味がするって、うん、これ面白いとまた悪党一郎さん思ったわけですよね。そうですね。ここはすごいですよね、うん、いやもうピンクってなんだと思いますよね、最初は、まず。だけどでも必ずこれピンクですねっていう時があるんですよ、うん、彼女がね、ええ、そういうで、自分も、じゃあ、ピンクってなんだって思って、ええ、で、共通点が見つかって、そのウイスキーをこう書いたときに、これさ、もしかしてピンクって言って、うん、そうすると本人が、あ、これピンクですって。それで、ようやく言葉の共通言語化が、ああ、できたっていうふうに思いましたね。だから味わいに色を感じた、色彩を感じたってことじゃないですか。うん、そうですね。で、その若い女性の方は、ピンクの味がする以外でいろんな味がするとは言わないですか、うん、他のことは。そうですね。それがやっぱり、あとはまあ割と共通認識ができるような言葉を使うんですけど。なるほど。まあそれが一番こう面白かったというか、発見でしたね。ピンク色ってよくわからんなみたいな。でも彼女の中でなんか根拠があるんでしょうね。あるんだと。おそらく。僕それを、はい、の文章に接した時にね。うんうん、共感覚っていう言葉を思い出したんです、うん、でこれ共に感覚をするってことですけど、はい、これは大人でもそれを引きずってしまうと、うん、アメリカとかに一部いらっしゃるんですけども、何十年前に取材したことあって、共感覚っていうのは、ある種疾患っていうことになるんですけれども、うん、赤ちゃんで物心つくまでの間は、共感覚という状態だそうです。で、これ何を表してるかというと、やっぱり脳の出先機関である聴覚の耳とか、うん、手先感である視覚の目とか、
から味わいとか味蕾っていうツボとか、それから嗅覚とか触覚とかあるわけじゃないですか、五感が。でもそれは大人になるにつれて、成長するにつれてちゃんと整備されて、はい、関越自動車です、どうです、中央道です、第二東名ですとか、こう全部聴覚、嗅覚って分かれていくからいいんだけれども、まだ赤ちゃんの頃の未整備の状態ですと、完全に整備されてないんで、ぐちゃぐちゃになっているので、例えば、音に味わいを感じてしまったり、はい、味わい、味覚の方とか嗅覚の方に色を見てしまったりするんだそうですよ。あ、そうなんですか。だから、その女性の方は、赤ちゃんの頃の、まだ未整備の頃のプリミティブな、共感覚の残りがを発動させてる気がしたんですよ。ああ、面白いですね。はい。だから、格闘技で言うと複合技みたいな。腕ひしぎ、逆三角締めみたいな感じの、ちょっとそれをピンクって言ったのかな。ああ、なるほど。いや、なんか、いや、目から鱗です。あ、本当ですか？それは面白いですね。いや、もう今日はもう、でもこれちょっと、本当聞きますね、これ。大丈夫ですか？いや、だからもう、ここと空間、時空間でアクトさんがいるから、結構そいでもらったんだけど、全然辛くはないんですよ。で、いい気持ちでずっと喋りたくなっちゃうんですよ。もう、もしだったら、加水して薄めますけど。あ、ちょっといいですか？じゃあ、それ早めに飲みます。あ、これ加水して、これでですか？ああ、そう、そうですね。すいません。あ、このくらいで、このくらいで。はい、ありがとうございます。香りが違いますね。そうですね。やっぱり、加水することによって、ええ、まあ、香りも、の変化が楽しめると思います。はあ、さっきまではパーンとくる木の香りを中心に、樽をイメージしながら飲んでたんです。それで、こう、本当に美味しいウイスキーができる、この洋水の中の、洋水の中の、胎盤の外側をイメージしたんですよ。木の香りから胎盤。陽水に包まれてきた子供、赤ちゃんの頃に戻りたい母親中野と思ってて、木の香りからそんな連想でベラベラ喋らせていただいてたんですよ。で、今これやったら、全く別物で、甘い香りで、ああ、そうですね。全くそう、木の香りが消えて、いい感じのハーブ系の今時の化粧水みたいな香りがする。戻りがいいですね。ああ。戻りがいいですね。よかったです。喉にクンとくる、こう、重みはなくなるじゃないですか。加水することによって。ちょっとさーっとこう流れるように入ってきますね。なんか喉元に今、笹の川って感じですね。ああ、そうですか。はい。喉元に。今日は本当ありがとうございます。もう、この話をさせていただいて。はい。いや、お酒飲んじゃってすいませんでした、本当に。面白い。いやー、でも、今日、いいですね。お好きだっていうのが本当に今日はね、ありがたい。最高ですよ。